コックリさん、コックリさん、この中で20歳になる前に死ぬ女は誰ですか？だいぶ向こうからなんか規制が聞こえてくるんですよ。で、後ろ見るとだんだん近づいてるんですよ。ついてくるって元の声で叫び出したんですよ。あれわざとやったんじゃないからねってすごい剣幕で言われたので、で、その彼女が亡くなっちゃったんですよ、病気で。で、最後の階段は皆さんに目隠しをして聞いていただきたいと思います。なんか雨の音に違くなってきた。大丈夫大丈夫ねえ、死んでよ。